こんばんは。やっほー、こんばんは。ちょっと今日は若干いつもと違う配信になるんですけど、今日はですね、ST48 の公式がツイッターでファンの皆様から瀬戸内にまつわる問題を募集していたんですけど、それをね、なんかいくつか引用してテストを作ったらしくてですね、でそれを瀬戸内 PR 部隊が解いていくっていう配信なんですけど、答えは実はあさって公演があるんですけど、27日の定期公演で答えを発表ということで、なんだろう、これ今やる配信はテストを解いている姿を見せるだけってことになるのかな。うん、だからそのどうなんだろう、問題とかを言ってもいいのか、こう言ったら、なんだろう、皆さんのコメント欄を、なんだろう、見ないようにしなくちゃいけないのかな、どうなんだろう、他のメンバーがどうやってるのかちょっと分かんないというか、そこまで詳しく説明されてなくて、なんかテストしてくださいって感じで封筒渡されたんですけど、どうしよう、答えをコメント欄なくしてやろうか、どうしたらいいんだだからちょっと他のメンバーがやり始めたらそれを教えてもらおうかなと思います。今ね、セルアミの稽古途中抜けて家に帰ってきたんですけど、また終わったら稽古に行かなくちゃいけなくて、だからあんまりね、そんなに時間をかけれないっていうか、まあ、メンバーにもよるかもしれないですけど、私はちょっとあんまこうテキパキ答えてテストしていこうかなと思うので、そう、私のね、そう、途中なんですよ、途中で抜けてきて、だからあまりにも私がおバカすぎたら稽古に参加できないから、なるべくちょっと頑張って解いていこうと思って、今やる気十分でやっております。そう、自宅からなんですよ、だから一回ちょっと帰っちゃったから、すごい気持ちが緩んでますね。どうしよう、あかりんさん食べてる、あかりんさんまだやってないのかな、なんか時間的には8時15分からみたいなのを見たような気もするんだけど、なんだろう、8時からやってもいいっぽいっちゃっぽいんだよね。ユミリンはシャーペン取りに行った、あ、私はもうボールペンで一発掛けでいきたいと思います。もう消すことを恐れないです。共通テスト、そう、全国統一教なんだっけ、全国教育とたってテスト、そんな感じです。学力テスト15分からスタート、あ、じゃあ15分まで待ちますかじゃあ15分まで待ちます。ちなみにね、ここに問題が、沖さん瀬戸内検定ということで、くま、ありがとうございます、くまさん、これをもう書いたらすぐセルアミの稽古行ってマネージャーにもうすぐ渡すから、もうなんて言うんだろう、即郵送15分から30分、じゃあ15分からやりたいと思います。まあどうしようかな、ちょっとあんまりこう普通の話とかは、このショールームが終わってで、その稽古から帰ってきた10時半ぐらいにショールームしようと思ってるんですけど、その時に普通の話しようかなと思ったんだけど、どうしよう、もう
今雑談でしようか。こけたんですよ今日朝。すごい怪我をしまして、21歳、ちょっと半泣きぐらいの。すごいね、足とかもねめっちゃこけちゃって、すごいなんかもう悲しいんですけど、結構なんか血がいっぱい出てきちゃって。私またあれなんですよ、ストッキング生活、本当に汚い足で申し訳ない。なんか今朝朝5時台ぐらいかな、5時台ぐらいにちょっとツイッターのフリート機能で報告して、でもすぐちょっと恥ずかしくなって消しちゃったんですよね。なんかなんでね、本当にその時まだ 100人も見てなかったぐらいかな、閲覧数が。100人未満ぐらいは多分知ってるかもしれないんですけど、まあメールでも書いたから知ってるかもしれないんですけど、こけまして、ちょっと早朝にね、朝5時ぐらいに、もう本当にダイエット中にもかかわらず、なんかもうめちゃくちゃお腹が空いちゃって、もう頭がマックに行きたいってもう埋め尽くされたんですよ、頭がね。マックに行きたい、マックに行きたいってなって、もう行こうって思って、朝5時ぐらいだからもう真っ暗な中行こうと思って、こうイヤホンさしてこうやって歩いてたんですよ。したら家出て1分ぐらいでこけてしかもなんか交差点っていうか、なんか渡るところでこけて、まあ朝だったんでそんな車とかも全然通ってないんですけど、もうなんか何が起きたのか分からなくて、手はめっちゃ痛いし足も痛いし、あ暑いし痛いしみたいな、もうなんか交差点で起き上がれなくてちょっと涙ポロポロ涙ポロポロして放心状態で、ってなって1分ぐらい放心して、まあでも引かれたら危ないから立ち上がってマック行くのやめました。結局めっちゃね、なんか小学生ぐらいの時はねこんぐらいの怪我全然平気だったんですけど、なんか大人になってくると怪我をする機会があんまりなくなるから、久しぶりの怪我にすっごい半泣きでめっちゃ痛かったです。家帰って手洗って、で私朝お風呂入るんですよね。で朝お風呂入るんですけど、この手のここがめちゃくちゃベロンベロンなんですよ。私今この両手のここがねこうズリズリといっちゃって、で朝お風呂入らなくちゃいけなかったんですけど、髪を洗うのがね、私こう洗わなきゃいけないんですけど、もう使える範囲がこっから上しかないんですよ。このなんだろう、絆創膏はレッスン場に行った時に貼ったので、まだ家にいる時はもう生身って感じ でシャンプーとかは絶対につけれないって思って、もうなんか指の一本一本にシャンプーをのせてって、もうなんか指の先だけを使ってなるべくお湯とシャンプーを当てないみたいな、もうこうやってやって頑張りましたね。本当にそれでも痛かったですね、やっぱり。というわけでね、その朝レッスンがあったんですけど、レッスン行ってすごいタマピオに慰められて、痛かったねって言われて、痛かったですって言って、マネージャーさんから絆創膏をもらって、なんとかまだ痛いんですよ。しかもこのすごい手だからさ、すごい剥がれやすくて、じゃね、ちょっと痛かったです、ね、久しぶりに。本当に転ぶのはダメだ。全治何日ぐらいで治るんだろう。でも1週間したら治りそうですけどね。本当に皆さんも転ぶのには気をつけてください。結構割と転ぶ方なんですけど、よくここまでなんか血が出るほどの怪我って、なんかちょっと久々にしたから
すごい痛かったですね。そうっていう、まあそういう感じです。お腹鳴った。まあマック行くなってことだったんですかね。うん、多分ダイエット中にマック行くなっていう神からの試練だったのかと自分を納得させたいですね。なんかもうこのストレスで余計食べたくなったんだけどね。11分、あと4分したらテスト始めます。あざ治ったばっかり。そうなんですよ、この間ね、そう、この前のあざがすごい紫色のあざができてて、あ、待って、あざ全然残ってます、びっくりした。見て、なんか前紹介したのここのあざって言ってたけど、これここだった。もうやだ、なんか汚い足が本当に治ってなかった。もうダメだ、あざ、足が汚い。あー、慣れた。あらあらあら、ちょっと薄くはなってます。上だった。え、じゃあこれ増えたのかな。え、これ今日できたあざなのかな。確かに上にもなんか若干シミじゃないけど黒くなってるんですよね。これ新しいやつかもしれない。前ももだった。あ、じゃあもも、そうですね、はい。はい、もうあのストッキング生活ですね。ああ、本当になんか怠けず絶えない人生です。ユミリンは読んで答えるみたいだ。あ、そうなんだ。じゃあ私もコメントを振ってテスト中だけコメント見ずに読んでやろうかな。わかりやすいよね多分。でもあの答え合わせは27日にするので、皆さん私がテスト終わった後も違ったよとかはまだなしでお願いします。よろしくお願いします。というわけで、じゃあ今から15分になったということで、こちらのテストやっていきたいと思います。初めて、今から今見ます。やばい、いけるかな。ちょっとじゃあコメントオフにしますね。ちょっと私ね、机があの机がリングライトで埋まってるので、このノートを下敷きに。よし、それではちょっと今からコメントは見れません。まあ、皆さんもね、一緒にテストしていきましょう。というわけで、いきます。瀬戸内検定、制限時間は30分。14問あります。各5点ずつ、問い15だけ、あ、1から14問だけ5点で、問い15だけ30点っていう、すごいなんか、1問だけめっちゃ高得点ですね。それではやっていきたいと思います。第1問、福山市には生産量全国1位を誇る農産物があります。芽が出るという縁起物で知られている農作物は何でしょうか。福山にはそのゆるキャラもいます。福山、芽が出る、福山なんかゆるキャラいたな、緑色の、あれなんだっけなんだっけなんだっけ、目なんかいたんよね。私広島のゆるキャラ見たことある、なんだっけな、福山、あ、ひ、え、え、ん、
芽が出る縁起物として知られるのさ。1問目難しいな、どうしよう。福山なんだ。ちょっとこれ分かんないんで、ちょっと苗がって書きます。なんかそれっぽい気がする。芽が出るってなんか苗がっぽい。ちょっと分かんないなこれ。第2問、広島県の名字ランキング第1位は STU 関係者にいますよ。関係者、メンバーじゃなくて関係者なのかな。広島の名字ランキング第1位、広島メンバー、今村、峰吉、石田、甲斐、なんか多くなさそうだけどな、名字ランキング。普通だったら田中、鈴木とか山本とか。田中はコッコさんとかみほりんとかも いるし、山本、山田、難しいな。広島県の名字ランキング第1位、関係者にいますよってなんかちょっと引っかかりますね。メンバーじゃないんだ。でももう山本しか思い浮かばないんだけど平凡な名字の関係者ってじゃ山本で書きます。第3問、岡山県が生産量に日本一位を誇る、別名ブドウの女王と呼ばれるブドウの正式名称はマスカットオブアレキサンド。これは書ける。あれ、アレキサンドリアだったかな。マスカットオブ、多分アレキサンドリアか。これはね、いけません。アレキサンドリア、マジで岡山だったら任せてほしい。マスカットオブアレキサンドリア、これ岡山県民はね強制的に覚えさせられるからね、日々生きてたら。はい、問4問、四国中央市新宮村の大人気お菓子、大福の中にあんこと生クリームが入っており、外には抹茶の粉がまぶしてあるお菓子は何大福というでしょう。ヒント、 STU48 愛媛バージョンの歌詞にあります。食べたことある気がする、差し入れで。なんだっけ、抹茶の粉が緑色の、なんだっけ、なんかなんとか森みたいな、霜の森みたいな、なんだっけ、霧か梅雨か霜の森みたいな。霜とか梅雨名前つけないよな。でも木、愛媛バージョンの歌詞、愛媛バージョン歌ってたんだけどな、ちょっと忘れちゃった。なんだっけ、いたしの愛媛はだったらタンタンタン、でもなんとかの森だった気がする。でも森が最初だったかもしれない。霧の森かな、多分。霧の森です。いきます。多分そうだった。広島県と愛媛県の間に浮かぶ瓢箪島は、昔々広島と愛媛の神様が取り合った時に現在の瓢箪の形になったとの伝説があります。さて、どんな競技で取り合ったでしょう。知らない、これは。広島と愛媛の神様が島を取り合って瓢箪の形になった。引っ張り合いする競技、綱引き、相撲、
なんだろう、昔の競技か分かんないんだよな。相撲にしとこ、ソーシャルディスタンス相撲にしとこ、現在のね情勢に合わせてソーシャルディスタンス相撲。姫路では、あ、問い6問。姫路ではおでんを〇〇〇〇で食べます。〇〇〇〇で食べるおでんのことを姫路おでんと言います。さて〇〇〇〇は何でしょう。4文字丸がある。私これスチューデンツでやった気がする。なんだこの真剣ゼミで出た問題はみたいな既視感。なんだっけな、すごい私めっちゃほのたんさんにバカにされたんよ。なんか味噌で食べる人はおらんみたいな、なんだっけ、スチューデンツで出た。これなんか入ってたんよね、調味料。なんだっけ、醤油だったかな。でも2文字なんだっけ、あれなんて言ってたっけ。割とめっちゃ覚えてるんよスチューデンツ。どこに誰がいたか覚えてない。アリちゃんさんとマリーナさんとほのたんさんで出てた時、なんだっけ、生姜醤油だったかな、みょうばんとかだったかな。生姜醤油って書いとこ、多分そうだった気がする。スチューデンツで習った気がする。生姜醤油漢字で書いたら4文字いけるでしょ。問7、瀬戸大橋は何県と何県を結んでいるでしょうか。はい、これは岡山県と香川県ですね。これはもう鉄板ですね。マリンライナーで行けますよ。はい、問8、香川県や徳島県で主に製造されている有名な砂糖は何という砂糖ですか。香川や徳島で製造されて有名な砂糖、わかんないな。砂糖、私が知ってる砂糖はなんかサトウキビとなんか希少糖みたいなやつと琥珀糖みたいな、そんぐらいなんだけど、それ以外の砂糖の種類がわからん。なんだろう、わかんないな。琥珀糖って書いとこ、絶対違うけど、やっぱりよく ASMR で見るのね。はい、続きまして問9問、香川県にはうどんの妖精を名乗りゆるキャラグランプリでご当地部門に入賞したマスコットキャラクターがいます。そのキャラクターの名前は何でしょう。香川県のゆるキャラといえばうどんのじゃないのかな。うどんの妖精なのか分かんないけど、うどんの。はい、問10番、山口県の瀬戸大橋にこれなんて読むんだ、周防大島という島がありますが、正式な島の名前は何でしょう。ちょっと山口県が本当に詳しくないよね。これ周防で合ってんのかな、周りに防災の防で周防大島、なんか違う気がする。なんて読むんだろう、正式な島の名前は何でしょう。難しいな、山口、正式名称、これが略称なのかな、周防大島。ちょっとここは大喜利書いときます。なのでちょっと私が何て書いたか27日に見てください。問11、神戸市で行われる神戸ルミナリエ、さてルミナリエってイタリア語でどんな意味。神戸ルミナリエね、とても有名なあの恋人たちの観光スポットですよ、クリスマスになったら。神戸ルミナリエ、ルミナリエ、私の地元はクリスマスになると商店街がイルミネーションやるんですけど、神戸ルミナリエにおもじってなんか岡山見えみたいな若干パクってますね。ルミナリエってどんな意味なんだろう。普
通だったらね、イルミネーションとかそういう言葉をやるのに、なんで神戸はルミナリエ、ルミナリエ、ちょっとロマンチックに君と輝きたいって書いとこう。君と、やっぱイタリアはねキザだから、君と輝きたい、神戸ルミナリエ。日本、トイ12、日本のウユニ塩湖とも呼ばれ、日本の夕日百選にも呼ばれ選ばれた香川県にある砂浜は、これはね秩父ヶ浜ですね。秩父ヶ浜はあの STU48 の無謀な夢は覚めることがないのロケ地なんですけど、漢字で書くとね父母ヶ浜みたいなで、秩父ヶ浜はい。問13、 STU48 香川県出身メンバーの榊美優の愛称は空花、空花の名付け親と理由を書け。これはね確か空花さんは弟が5歳の時に、あれ弟が5歳なのか空花さんが5歳なのかちょっと忘れちゃった、弟が名付けて、なんかなんだっけ、あれお姉ちゃんかみゆが呼べなかったんよね、なんかなんだっけ、なんかお姉ちゃんの名前が呼べなくて空花になって、そのまま空花で YouTube を続けてたからっていう、なんて書いたらいいんだろう、弟が名付けた、みゆを発音できなかったためっていいのかな、ミユを正しく発音できず空花と呼んでいたことから呼んでいたのが定着したっていいのかな、たのが定着。はい、あと2問ですね。問14、広島の本通りにはとある自動販売機があります、何の自動販売機でしょう。これはね空花チャンネルにも出てた真剣ゼミみたいになってるけど、ね、だしなんだっけ、何だし、だし醤油、だしが売ってあるんですよ。あれ なんて言ったんやけど、だしでいいのかな、何だしだったかな、なんかすごいだしの専門のかつおだしみたいな自動販売機があるんですよ、たまに見る。だしって書いて大丈夫かな。はい、出しって書きました。問15、最後の問題です。これ30点、他は5点だけど、今すぐ瀬戸内に行きたくなるような瀬戸内を PR するキャッチフレーズは何でしょうか。これ何、大喜利それとも正解があるのかな。今すぐ瀬戸内に行きたくなるような瀬戸内を PR するキャッチフレーズ、これ何、大喜利なの自分で考えるのかな、それとも思われる、なんだっけ、瀬戸内 PR 舞台のポスターに書いてある言葉なのかな、それ違うか、瀬戸内に恋とかじゃないかな、あの恋って恋の恋、あれ PR 舞台のポスターって何書いてんだろう、あれなんか書いてるよね、でも私は瀬戸恋が好きだからちょっと瀬戸内に恋でいいや。はい、というわけで全部書き終わりました。終わりました。こちらをね、まあ何問正解しているか分かりませんけど、半分ぐらいちょっと分かんなくて半分ぐらい正解してる気はしますね。ちょっとやっぱりマスカット・オブ・アレキサンドリアは自分の中で大きい気がします。というわけでね、こんな感じでちょっとコメント読もうかな今から。じゃあちょっとコメント押すので今から普通に答えを書かないでくださいね。はい終わりました。よいしょ、今何分ぐらい経ったのかな。15分で解けた。
あら、めっちゃ早く終わっちゃった。めっちゃ早く終わりましたね。おお。31分。あら、確かに早く終わったかも。これ9時まで時間あるんでしたっけ。30分もいらなかった。うん、15問だけだったからね。ただね、なんかこう皆さんから問題募集したじゃないですか。で、多分この問題に選ばれなかった問題たちが一回 PDF なんかデータで送られてきて、この問題は出ないけどこういうものを皆さんが考えてくれましたし、こういうれに近いものたちが出ますよみたいな感じで、みんなが考えてくれた問題とかが送られてきたんだけど、なんかめっちゃ難しくて、そこにあるやつはここにはなかったんだけど、なんかもうすごい何年に放送されたなんとか番組で話題になったなんとかとは何でしょうみたいな、へえ、わからんみたいな、そんなめっちゃ難しかった、すごい難問だったの。あとなんか結構鉄道系も多かったかな。そうだからちょっとこういう系が来たらどうしようかと思ってたけど、まあまあ割とね、こういうマスカットとかね、地元民なら分かるやつもあってありがたかったけど、やっぱ他県のやつは難しいですね。うん、結構岡山の問題が1問2問2問か、だから絶対2問は正解してるはずだから10点は確実だと思いますね。新幹線の全ての駅をかけてツイートした、なんかそれに近い感じで、なんか香川県のなんとか電車の終わりから3駅目の駅の名前は何でしょうみたいなとかあって、分からん分からんって思いながら、そこまでちょっと守備班以外だった。うん、で0点は回避できたと思う。アレキサンドリア合ってるはず、マスカットオブアレキサンドリア。ひなちゃんは6問自信があるみたい。あ、マジか、確かに山口の問題あったからな。いや難しい、1問目が一番難しかったかも。こんな感じでね、うん、いい感じにできました。まあね、名前書いた、名前書いてないよ、でも名前書く欄ないんだよね、書いとくか。問題用紙はねこういう感じです。瀬戸内検定、名前書いとこう。まあでも意外とね、やっぱりもう21年間岡山広島に住んでて、結構お仕事でもいろいろなところに行かせてもらってるのでね、ちょっとさすがに0点はね避けたいところですね。名前書けば100点、そうだね、もうこれで100点。でもやっぱり本当にね、知らないこともたくさん多いので、もっともっと勉強していきたいですね、瀬戸内のことも。ということでね、まあ他のメンバー、私の配信をね見てる方はね、多分他のメンバーの回答とかが分かってないと思うので、あさって27日のショールーム配信にて、ショールームじゃない瀬戸内 PR 舞台の定期公演にて答え合わせをします。ちょっとね、千穂さんが休演で6人になっちゃうんですけど、千穂さんの分も頑張りたいと思いますので、ぜひ定期公演ね見てくださると嬉しいです。28日はね、ノットイコールミーさんとの対バンもあるし、
すごい頑張らなくちゃなって感じです。しかも定期公演はあのセトリが毎回毎回違うので、今回も新しい曲を入れたりしていて、今日もちょっとレッスンがあったりしたので見てもらえると嬉しいです。楽しみにしていてください。うん、お楽しみに。眠たくなってきたダメだ、起きていかなきゃ。帰ったらまた終わり時間にもよるけど、まあ多分10時、うん、半ぐらいには帰ってると思いますので楽しみにしていてください。お稽古行ってらっしゃい。お稽古行ってきます。セルフィッシュアミチューズ、みんなが今頑張ってるよ。こけないように、そうだね、ちょ気をつけて、暗くなってるから足元をちゃんとよく見なきゃ。いやじゃあ眠くなってきた。あ、部屋があったかいからダメだ。ああ終わっちゃったね早く行きたいな、行けるならもうね、これ今もうやることがなくなっちゃった、うん、どうしたらいいんだろう。まったりしちゃう、そう、なんか眠たくなっちゃうからな。早く終わりましたね。終わろうか。そうだね、9時どうなんだろう。9時まで配信わかんない。でもなんかダラダラしててもね、時間がもったいないから、終わったらまたショールーム配信します。なんで一応予約は10時半に入れてるかな確か、うん、10時半ぐらいにお会いしましょう。ということで、瀬戸内 PR 舞台で瀬戸内テスト見てくださった皆様ありがとうございました。もう一回告知になるんですけど、27日の瀬戸内 PR 舞台の定期公演、そして28日のNot Equal Meさんとの、対バンライブ楽しみにしていてください。今日の答え合わせは27日に行いたいと思います。チキラ。というわけで壇上を読みます。すごいぼやけてるね画面が。13位から読みます。13位がティエンマンさん、12位がトニさん、11位がマッピさん、10位がバンボシさん、9位がパチロクさん、8位が朝倉 未来さん、7位がカズノリさん、6位が一下さん、5位が中澤さん、4位がジェリーさんでした。13回までの皆さんありがとうございました。そして3位が小鉢さん、2位が塩さん、1位が名古屋のひーくんさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけでそろそろ終わります。見てくださった皆さんありがとうございました。バイバーイ、ありがとうまた後で会いましょう。バイバーイ。みんなも答え合わせ一緒にしようね。もうこけないで、ありがとう、こけませんというわけで見てくださった皆さんありがとう、バイバーイ、また会いましょう。さあ剥がれちゃった、バイバイ。